福田 HR をなぜ志望していただいたかというのを、まあ、簡単に教えてください。それが叶えられる場所が本社だと思ったので志望させていただきました。なんか大きな挫折や困難などありましたら教えてください。パッと思いつかなくて正直。結論発表します。結果はどうもしゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今回はノーカット面接企画ということでリアルな模擬面接をノーカットで皆さんにお届けできたらなと思ってます。ということで南さんと実際の学生さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも南です。世界に一応お金の道場で YouTube やってるんで概要欄から YouTube のチャンネル登録お願いします。全然早いですねじゃあクリちゃんお願いします。はい、法政大学経済学部2年栗田祐樹と申します。よろしくお願いします。お願いします。ということでですね、今まだ2年生なんですけども、1年生の時から栗田意識高く活動していて、南さんには忖度なくやっていただけたらなと思います。今回は栗田君がちょっと興味があるという大手企業の人材業界を想定して南さんには採用責任者をやっていただけたらなと思っています。大手超人気人材会社福田 HR 人事部新卒採用担当責任者の南と申します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではお願いします。ではまず簡単に、1分程度で自己紹介をお願いします。はい、私は法政大学経済学部2年栗田祐樹と申します。今は横浜に住んでおりまして、オンラインで大学の授業を受けております。最近やっていることは自分人に貢献するっていうことが好きで、自分就活アカデミアっていうキャリア支援の団体の代表をやらせていただいておりまして、3ヶ月間で今23卒の就活生8人と自己分析を一緒にやるっていうプログラムをやっております。なかなか人と喋ることが好きで、なんか人と喋ることでいろんな気づきをもらえるっていう楽しさもあります。今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そもそもなんですけど、じゃあ、はい、学生時代頑張ったことから深掘りしていきたいんですけど、はい、なんでこれをこのアカデミアの代表をやろうと思ったんですか？はい、自分浪人しまして、はい、その浪人期にすごい周りの友達がいろんな大学生活でいろんなことやってるのを見てすごい羨ましいなと思いながら浪人を過ごしまして、で、まあ、1年浪人して法政大学に入学させていただいて、じゃあいよいよ自分の番だって言って大学1年生で結構いろんなことやったんですよ。よくある訪問販売の営業インターンとかやりまして、結構そこでも辛い思いとか、あと意味もなくオンラインサロンに入ってみるとか、何か目的があったわけじゃなくなんとなくかっけえなっていう理由で、そんな時にすごい自分って本質的じゃないなというか軸がないことしてるなということで、まあ、当然だからこそなんか行動につながらなかったっていう部分があって、その時にその社会人の人と出会って、その人にやくりちゃんはもっと自分軸を持った方がいいよって言っていただいて、その方と3ヶ月間自己分析して、まあ、自分って何を大切にしているんだろうっていうことを考えるようになってから、あ、多分世の中の就活生そういうことを考えずにそのまま就活迎えてる子も多いんじゃないかってことを思って今やっているっていう形ですね。なるほど。ではこの活動について詳しく教えてほしいんですけど、うん、代表と言いましたがコアメンバーみたいな人は何人ぐらいでやってるんですか？コアメンバーは、僕入れて今6人ですね。なるほど。でご自身が創業されてる、もともとすごいうちうちのコミュニティで5年ぐらい続いてた団体であって、それをそこで蓄積された、まあ、なんかノウハウというか、うん、ずっと感覚値でやってた部分をちょっと体系化してやっていこうっていう風になりまして、でもともと1代目の代表が今社会人なんですけど、その人に元でっていう形ですね。なるほど。なのでなんかその6人の全員のマネジメントを僕が仕切れてるとかではないですね、現状。なるほど。では、じゃあこの活動をについて詳しく知りたいんですけど、はい、6人と一緒に何か取り組んで何か大きな壁にぶつかった挫折や困難などありましたら教えてください。6人でぶつかった壁ですか？はい、ああ6人、僕個人じゃなくて6人ってことです。大規模なんで。そうですよね。いや、パッと思いつかなくて正直。なるほど。何でもいいですよ。4月から始めて今1期生目で、あ、0期生としてやってて5ヶ月目なんですけど、そうですね、ぶつかった点としては自己分析ってやっぱり体系化しきれない部分、どうしても人と人との対話の部分があるので、
自分たちの思っていたスピード感でその参加者の子が自分の軸を見つけられなかったりっていう部分は 今ちょうどぶつかっている壁ではあります。なるほど。対お客さんの話とですね、対お客さんというか対クライアントというか、そうなりますね。なるほど。その困難に向けてどういうアクションプランを今後取っていこうと思ってるんですか？あなるほど。なんかその原因もなんか僕の中ではあるんですよ。自分の軸っていう感覚が、自分の軸を持って日々どう過ごしていくかみたいな、日々その軸に沿ってなんで今自分はこういう感情を持ったんだろうとか、なんでこういう行動に出たんだろうっていう、でその感覚を多分運営メンバー全員が多分共通認識として持ちきれていないからこそ、それが多分参加者の方々にもの、そのなんかズレにつながっちゃっているのかなっていう気がしていて、じゃあそこのそもそも運営のズレをどうするかってなったら、やっぱり接触回数かなって僕は思っていて、どれだけ1対1の話もそうですし、グループ全体で僕たちって今どういうところに向かってやっているんだっけっていう場を設けなきゃいけないよなって思いつつ、まだ設けてないです。それは どっち対参加者に対してなのか、対スタッフに対してなのか。スタッフに対してです、はい、なるほど。あれでもさっきの問題はなんかごっちゃになってるな、対スタッフの話と対お客さんの話がちょっとごっちゃになっちゃってて、飛躍しました。多分そのお客さんに対しての課題がどう出ちゃうかって、そのお客さん一人一人に対して当たってるその運営メンバー、メンターとして当たってる運営メンバーの多分共通認識のズレかなっていうふうに僕は理解して考えていて、じゃあまず運営メンバーのその共通認識を整えようというか、一緒にどこ向かっていこうっていうのを改めて考え直そうっていう考えです。今考え、今のその今この場でもうすぐ共通認識言わなきゃダメだってなった時にどういうふうに言います今このメンバー5人がいるとして、ここにこの場で言わなかったらダメだって言われたらいいですか？お時間いただいて。どういう共通認識ですか？はい、なんか皆さんって多分小さい頃、本当に幼稚園とか小学校低学年の頃って本当自分のなんかやりたきことに沿って生きてませんでしたかっていう部分で、小学校、はい、そうです。それがいつの間にか多分学校とかの共同体で生活する中で他人の目を気にして、なんかすごい他人軸って言って伝わりますかね、の中で生きてるなっていうふうに思ってて、多分それって大学受験もそうだったと思うし、就活でもやっぱ同じように思う人、やっぱ6月からインターンのサマーインターンの応募が開始してみたいな、就活スケジュールがある中で今焦って自己分析やっている子であったりとか、じゃあ就活解禁ってなってなんかエントリーシートを何十社って一斉に出してその中で引っかかったみたいな、そういうすごい世の中溢れてるバイアスに流されたままの子多いなって思うからこそ、まあ、僕ら運営メンバーはそのバイアスに流されないような確固たる軸を持とうっていう、いつの間にか多分20年間生きてきた中で多分流れてるはずなんですよ。なんかその自分の大事にしてる部分って環境であったりとか経験であったりとか、もしかしたら遺伝子的な部分であったりとか、それをやっぱ過去の経験からその下の方に流れているはずのそういう源泉というかものを過去の経験から振り返って確固たる顕在化していく、確固たるものとして顕在化していこうという形で、それは多分3ヶ月そこらでパッとできるものでもないので、やっぱ日々の生活の中からなんで今ちょっと悔しい思いしたんだろうとか、イラッてしたんだろうとか、逆になんで今楽しかったんだろうっていう、日々の生活になんでっていう疑問というか問いかけをし続けることが大事だよね、でそれをみんなでやっていこうって言うと思います。はい、わかりました。なるほど。じゃあ次に行きます、はい、今現在の栗田さんの強みに関して聞いていただきたいんですけど、自分が持っている最も大きな武器って何だと思いますか？武器、強み、はい。何も持ってないことかもしれないです
強いて言うなら過去の体験を通じて、あ、自分でこういう武器とか強み持ってるなっていう。あ、でも結構フォロワーシップは上手いかもしれない。なんでリーダーやってるんだって話なんですけど。なるほど。人の言ってることを求め直すのとか、要点つくのとかは得意だなっていうふうに思ってますし、っていうの。でもまとめて要点を伝えるってそれはリーダーの役割ですけど、ね、フォロワーシップというのは、うん、リーダーの役割ですけど、たくさん情報がある中で僕らが時間を投資するべきなのはここだっていうふうに、要は道を決めるので、たくさんある情報の中から一つ道を決めるっていう意味ではそれはあのリーダーとしての強みだと思います。あ、でもそこまでのなんかいけてないんですよ。なるほど。じゃあこうしようとまではいけなくて、あ、そういうことだよね、じゃあ多分こういうこと思ってるよねぐらいまではいけるんですけど、で多分ここも大事だよねってところまでいけるんですけど、じゃあ一緒にここやっていこうぜっていう囲い込みが多分僕はまだできていなくて、だそれはすみません、ちょっと逆になっちゃうんですけど弱みかもしれない。なるほど。ですね、多分大学生活が、まあ、コロナ禍で1年間しかなくて、まあ、大学時代の生活となると結構、まあ、浅いエピソードになっちゃうかもしれないですけど、例えばじゃあ高校時代とかってなんかこう組織の中でこう何か働きかけて何か価値を残したなと思うこととか何かありますか。高校時代の中で働きかけて、学校内の活動で言えば、はい、文化祭実行委員の会計係に入っていて、はいはい、会計係の係長がいたんですけど、その子は生徒会もやってる子だったので結構忙しくて、なのでその子がちょっとこぼした部分だったりとか、その子が考えてるけどできてない部分を形作るっていうことはやっていました。強みとして一言で表すのは何でしょう。強みとしてサポート力。じゃあ抽象的すぎます。いや大丈夫、あの強みは抽象的なものなんで、サポート力。なるほど、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 サポート力。なるほど。サポートした結果何か成果上がりました。サポートした結果成果が上がったか、会計係の業務は滞りなく行われました。それが成果と言えるのでしょうか。何かサポート前にはうまくいかなかったこと、でもサポートしたからうまくいったってこととか何かあれば。会計って、まあ、直接のお金の引き売り、私は、まあ、高校の中では良くないよねってことでなんかチケットでやってたんですよ。でその管理が結構複雑 で各クラスにいるその会計担当の子を集めてそれの説明をしなきゃいけないって時に結構長く複雑な説明をしなきゃいけないっていうのをどうしようかってなってなんか寸劇みたいになりましたね。面白いじゃないですか。それはあのいいと思いますよ、はい、だから人に何かを伝えるってところでなんかすごくあの工夫をされる方ってことですね。そうかもしれないです、うん、なるほどなるほど。なんだろうな、人に伝える、うんうんうん、分かりやすく伝えるってことですね。寸劇、寸劇面白いですね。なるほど、はい。逆に今強み聞いたんですけど何か自分の弱みをもう一回教えてもらえますか。あ、はい、弱みは特に最近感じるのは、はい、自分人を大事にしすぎるあまり結構嫉妬というか劣等感もすごくて。どういうことだ。なんか自分がその子に何かしてあげたいんですけどそれって自分がそれなりのポジションというか能力とポジションを持ってないとその子にギブできないんじゃないかと思うし、自分がそう思それを持ってないとその子が自分のそのギブに対して価値を感じてくれないんじゃないかって思う分、結構そのコミュニティの中で自分の立ち位置とか能力値とかは気にして、自分と近いところにすごい子がいると結構嫉妬とか劣等感はめちゃくちゃ。あ、それは栗田さんが嫉妬を感じてしまうと、はい、自分より優れた人を見たときに嫉妬をして行動が止まっちゃうってことですか。あ、そうですね、なんか次に行かないです。じゃあ頑張ろうってならずに、ほう、なんかうわ劣等感感じたままなんか止まっちゃう時が多いかもしれないですね。何か嫉妬っていう感情をこう
モチベーションの源泉にして何か行動につながったこととかってあります？嫉妬の感情を逆にバネにして、バネにした、あ、でも今それをやってるって感じかもしれないですね。あー、なるほどね、なるほどね。ちょうどそれを治療中というか、なんか最近のマインドはむしろ幸せだなと思って、そういう子が近くにいてくれるってすごい幸せなことだし、すごい自己肯定感高い発言すると、何、僕に何かしらの魅力を感じてくれるからこそ近くにそういう子が寄ってきてくれるのかなって思うようになって、そこからはじゃあその子と一緒に何ができるかとかを考えれるように最近はなってきたっていうところです。まあ、気抜くとすぐあーってなるんですけど。わかりました。じゃあ次に行きます。じゃあ次、志望動機の部分で、まあ弊社福田 HR をなぜ志望していただいたかというのを、まあ、簡単に教えてください。はい、自分はちょっとお話が重複してしまうんですけれども、その人に貢献したいっていう部分で、やっぱりどうしてもこの世間、社会一般が求めるなんかこうした方がいいよねっていうバイアスに流されているその方が多いと思っていて、そういう方に対して、いや、もっと世界はそんな時間とお金に縛られずこれだけの選択肢があって、あなたってちっちゃい頃こんなにやりたいことあってこういうことしてきたんじゃん、それって多分今もこういう部分で出てきてるんじゃないのっていう、その問いかけをして寄り添っていくことで、その人のなんか人生の選択肢を増やしていけたらいいなっていうふうに思っていて、それが叶えられる場所が御社だと思ったので志望させていただきました。なんか人、今まで生きてきた中でこう他の人の、人生の選択肢を増やして人に貢献したなって思う強烈なエピソードとかあったりします？強烈なエピソード、最も大きく印象に残っていること、これは人生の選択肢提示して人に貢献したわっていう自信を持っていること、これはか、強烈な、塾講師をアルバイトでやらせていただいてるんですけど、はい、去年1年間やったので、すでにその高校受験を1回は終えてて、結構その時は合格発表を塾で電話かけてきてくれるんですよ、合格しましたっていう。で、自分の教えてた生徒が合格しましたって電話かけてきてくれた時はすごい強烈な思い出になってます。一緒にどうやって点数上げていこうかとか、うん、どうやって学校の成績上げようかとかは一緒に考えていたので。なるほど、はい、分かりました。人材業界ってもいろんな会社があるわけなんですけど、まあ本当におそらく僕が知ってる中でも100社以上あるんですけれども、はい、その中でなぜ福田 HR を選んでいただいたかっていう理由も教えてください。はい、御社を特に志望した理由なんですけど、憧れの人が勤めてらっしゃって、はい、その方はその幼少期にすごい壮絶な体験をされて、人を信じられないぐらい、僕がもしその同じ経験してたら絶対人間不信になるし、自分って生きてる意味あるのかなって思っちゃうぐらいの経験をしてる中で、それでも自分から行動して人と接して、やっぱ居場所って大事だよねっていう思いを持って、大学時代子ども食堂を作ったりとか、自分でそういうプラットフォーム作りをして、でもそこでそのやっぱりどこかでそのやっぱお金っていう部分がどうしても関わってきてしまう、いかにそのボランティアとして奉仕的な活動しても継続性を考えると、やっぱどこかでお金は考えなきゃいけないっていう、自分はそれを作りたいっていう思いで御社に入社した先輩がいて、僕もやっぱり人にいろんなことしたいなって思う反面、やっぱお金っていう部分がどうしてもネックになる、大事だっていう部分で、なんか自分の母親も僕のちっちゃい頃からお金が出ないボランティア活動をずっとしてて、家を空けてたんですけど、
母はすごい人に貢献する欲が強くて、ただなんかその反面家の中では結構辛そうにしてる部分とかもあって、やっぱりそういう仕組みというか周りの人が自分らしくあれるためにはそれなりの環境を作らなきゃいけないなというふうに思っていて、で御社ではその環境が作れるっていうふうに思いました。やっぱり御社を使っているユーザーの方であったりとか、そもそも御社に勤めている社員さんの方であったりとか、そういう方が自分はどう生きたいかと、それを叶えるためにどういう居場所が自分には必要で、じゃあそれをどう作っていかなきゃいけないかっていう時に、それを止めない社風というか、いいを作ってみようって言えるなんか自由な社風だなというふうに思わせていただいたので希望させていただきました。なるほど、ありがとうございます。じゃあ質問なんですけど、はい、じゃあ福田 HR の、事業として、はい、仮に10億円をが予算があって、もう全て、栗田さんが自由に使っていいよと、その代わりなんかこう居場所を作ってくださいと、はい、なった時にどういうものを作りますか。どういうビジネスモデルを作るかっていう、そのマネタイズの部分とかの知識があまりにも。なるほど、じゃあマネタイズ無視していいや。本当ですか、はい、一つの国を作ります。どういうことかっていうと、オンラインサロンって今流行ってるじゃないですか、はい、でそのオンラインサロンと今の VR 技術を組み合わせれば、今ってズームってこの画角でしかコミュニケーション取れませんけど、もっとなんか体を表現したオンラインだけど温かみのあるコミュニケーションが取れるようになると思っていて、その技術を活用すれば、その技術を活用したプラットフォームを作りたくて、そこはその作りたいと思っていて、思っています、はい。まあ、要はプラットフォームってことは人が時間を過ごす場所を作るってことなんですけど、はい、人間の24時間って時間決められてるじゃないですか、はい、何か時間を奪ってこなきゃいけないんですよ。じゃあ競合となる今現在世の中にあるどんな時間を奪って奪えばそこのプラットフォームが成立すると思います。なるほど、24時間で限られてるんで、はい、奪い合いなんですよ時間の。確かに、ここは学生向けであれば、その授業と授業の空いてる時間とか、全部の授業が終わったあと、多くの学生はその YouTube 見たりとか SNS いじったりとか、SNS 一本いじってると思うんですけど、その SNS でつながったり情報を得るっていう時間をそのままオンラインコミュニティで人と人とが対話する機会に使う。で、社会人であれば多分これからよりテレワークが出てくると思うので、今は寝てるかもしれないですけど、通勤時間であったりとか、業務が始まる1時間前とかだけそのコミュニティに入って、今日一日僕はこういう思いで過ごしてみようっていう交流であったりとか、逆に終わった後集まって今日一日朝こういう思いで過ごそうと思ったけど、実はこういう思いになってねみたいな、多分こういう多分価値観の変化があるのかもしれないっていう、語り合える場になれればいいかなっていうふうに思ってます。わかりました、ありがとうございます。じゃあ最後に何か、はい、今日の面接を通じて思ったことなどがあれば教えてください。思ったこと何でもあれば、はい、こういう場って楽しいなって思いました。
やっぱり自分の思いってどうしても自分の思考の癖とか一辺倒になっちゃう部分もあるので、南さんみたいにいろいろ言ってくださる方とお話しすると、やっぱり自分の考えてることの浅はかな部分であったりとかに気づけて、それってじゃあ自分本当はどうしたいんだろうっていうふうに思いますし、例えば今日の時間の使い方の話、すごいなんか勝手な理想像だけこういう世界観があればいいなとだけ思ってたんですけど、そっか確かに今24時間持ってる中のどこかを奪ってこなきゃいけないのかってなったら、意外と人生カツカツだと思って生きてる人多いなと思って、難しいなって気づかせていただきましたし、なので思ったことですよね、感謝です。終わりました、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで一連の面接が終わったということで、南さんに率直に採用不採用かまずは挙げていただけたら。その前に自分の振り返りしてもらってもいいですか、どう思ったかっていう、今過去現在未来の時間軸で過去頑張ったことを、現在持ってる強み、未来へ向けての志望動機、最後に何か全体像って一言っていう構図だったんですけど、どうでした、やってみて。初めてでした、まずそのプロセスをたどるのが。だからこそ絶対その企業に行きたいって強い思いって、果たして僕は残り1年間で見つけることができるのかっていう不安は感じました。わかりました、じゃあ結論発表します。結果は丸です。ありがとうございます。丸です。意外に言うんですか。社長からちょっと教えてもらえますか。じゃあ僕はもし面接官だったら友達としていい子だなと思うけど、自分の会社ってことを考えたら即戦力じゃないから採用しないと思う。僕は正直言うと2年生だからっていうので丸です、はい、これが3年生就活本番だったら×ですけど、2年生だから丸です。伸びしろです。結論から言うと伸びるだろうなというふうに思って、大手企業の新卒採用っていう前提で、なおかつもう本当2年生になったばっかりで、大学入ってからまだ1年1ヶ月しか経ってないわけでしょ。っていう状況ではもう丸ですね。丸というかもう二重丸ですね。伸びしろがあるなと思ったのは、もういろんな面があるんですけど、こうもがき苦しんでる中でも何か解決策がないかなっていうふうにこう行動しようとする姿勢があったので、要は今は普通の人と栗さんで1度ぐらいしか変わらないかもしれないけど、2年後3年後10年後20年後とかの時にこれがものすごく3になってくるんですよ。こうちょっとした1度の差がね、こうどんどん広がってくるんですよ。このちょっとした1度を感じたので、将来伸びるだろうなっていうふうに思ったっていう感じでございます。上から順番に振り分けていきます、はい、最初自己紹介。改善点としては対内部のメンバーの話と対お客さんの話がごちゃになっちゃったので、うん、分けて話するようにしてください。2つ話すとちょっと話がブレちゃうかもしれないから、 もしかしたらコアメンバーだけの話に絞るとか、コアメンバーがどうお客さんに接するかっていう部分で、自分はどうコアメンバーと接したのかっていうところの部分に絞った方がいいかもしれない、はい、のでそれはまあ場数を踏んで訓練するようにしてください、はい、でやっぱ今離れしてないので話が長いんですよ。僕メモに話が長いって書いてある。もう制限時間決めて、もう60秒なら60秒でしか話せないっていうような制限がある中で、短くポイントを話すっていう訓練をしてくれたらいいかなと。今2年生の最初だからなんかこれでもいいんですけど、そのまま本番だったらもう完全×ですけど、まあ場数を踏んでください。で別に就職活動だとか、その OB 訪問だとかスーツ着てとかって関係なく、普通に日常の話なんで、日常で短い時間でどう相手にポイントを分かってもらうかっていうところを意識するといいと思う。で強みの部分も分かりやすく想像しやすかったのは、やっぱり人間的にもこう柔らかい感じするじゃない。だから寸劇を使って分かりやすく伝えましたっていうと、あのすごい説得力があるのよ。嘘じゃないなっていう。これがなんかめちゃめちゃこうコミュ障な感じの人がやりましたって言ったら、いや嘘だろってなるけど、すごい想像できる人間性なので、なんかその話とか面白いから、どうやったら伝わるんだろうなっていうのをとにかく工夫する力があるっていうのが分かったので、強みとしてはすごいいいかなと思った。次弱みに関して言うと、嫉妬っていう感情はすごい良くて、逆にその負のエネルギーって行動力の源泉になるので、次どういう行動するかっていうエネルギーに変わるんですね。なんですけど、嫉妬がベースになって行動が止まるって話があったので、それはもう×あ嫉妬があった上でどういう行動を取るかっていうのがすごい大事で、行動が止まるっていうのはわざわざ言わなくて、で実際に多分ねリアルに止まってないと思う。何かしらしてるんだよ行動。だから止まるって自分で言ってるけど多分止まってないと思うから、それは嫉妬っていう感情を抱いた上でこういう行動してますっていうふうに言った方がより深みが伝わると思う。あと過去現在の話を聞いていく中で、なんか結構大人のワードが入ってるなと思ってて、自己肯定感とかフォロワーシップとか、よくその2年生になったばっかりそういう単語を知ってるなと思って、なんかこう大人と話す機会結構あるんだろうなっていうふうに思った。結構ありました、ね、なんか誰かが盗んでるんだよね。
だろうな。マジで受け売りです、そういうことだって。まあ盗んでるんだろうなと思った。ツイッターとかで社会人の方フォローしてると結構そういう言葉使ったいい感じのツイートとか出てきて、そうだなって思ったやつを自分の言葉に書き換えてそれっぽくツイートしてみたりとかはたまにやっちゃいます。要は最初は盗むことから始まるわけですよ。よく言うけどさ、学ぶっていうのはさ、真似部から来ていて、真似するところから始まってるから、そういうなんか真似するところっていうのを行動のあれが見えたので、ってことは今後も伸びるだろうなって意味でもある。はい。で、志望動機に関して言うと、まあ、そもそもこれもプレゼンのコツなんだけど、まずは抽象的に一言言う、例えば人に貢献したいとか人生の選択肢を提示したいっていうところ、抽象的なことを言った後に必ず例えばっていうふうに具体的なものを出さないと全くわからないよね。だから抽象的に一言言った後に必ず例えばっていう癖をつけてほしくて、じゃないとこの抽象的なのが人に貢献するって何みたいなっていうので、わけわかんなくなっちゃうので、癖付けをしてほしい、例えばっていうふうにすると、すごいわかりやすくなると思います。次、居場所を作るに関して新規事業としてよろしくっていうだけなんですけど、これは何で聞いたかっていうと、日頃から世の中に対して何事においてもこう考える癖がついてるかどうかっていうのを見てて、その考えるっていう習慣がちょっとでもあれば、要は将来伸びしろがあるわけですよ。で、その習慣の部分を見てるんだけど、これは正直弱かった。SNS から時間を奪いますっていうのは普通すぎる、はい、からそこは面白みがなかったので、もっとそこは欲しかったなっていう感じ。世の中を分析する力というか、人々を観察する力っていうのを日々癖つけた方が良くて、その癖っていうのは就職活動関係なく一生の財産になるから、癖をつけるようにしてください。で、最後に一言の部分で言うと、やっぱこう人と話すのが好きなんだろうなっていうので、まあ、人から好かれそうだなっていうふうに純粋に思ったので、人材会社って要するに応募者がいて、人材を募集してる会社がいて、要は人に好かれないと何も始まらないわけですよ。人から好かれる力ってすごい大事なのね。だからそれがありそうだなって思ったから丸、まあ、それをなんかもっと抽象論と具体例とセットになって何か分かりやすい強みとして言えたらいいと思う。ということで、じゃあフィードバックを聞いて、クリちゃんの感想を端的にね、論理的な言葉の組み立て、結論、具体、だからこうですっていう話し方を大事にしなきゃなっていうふうに思いました。あとはなんで今この人パン買ったんだろうぐらいの勢いで日々考えていければなっていうふうに思いました。以上です。端的になってるじゃん。伸びしろあるじゃん。ということで、就活は多分本格的な人は来年とかだと思うんですけど、就活とか関係なく人として成長していただけたらなと思います。ということで、本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。じゃあな。じゃあな。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。